浜浦橋は、新潟県新潟市の石屋分水に架かる国道402号の道路橋梁を、右岸は中央区、左岸は西区の区域である。石屋分水路の工事に伴い1971年6月に完成。新潟島と新潟市西部を結ぶ橋で、分水路下流側から2番目に架かる。橋二228.8メートル、福九9.4メートル、 片側1車線の計2車線で、歩道は上流側のみに設置されている。下流の新潟大橋からあまり離れておらず、普段は席の間から日本海が見える。1980年代中盤までは、新潟市街地から西へ橋を渡り、西詰め川の先を越えた先は、ボーサリンとなっており、舗装が途切れた先は、未舗装の一本道が伸びるだけであった。 また、砂丘の南側に、新潟市営青山斎場があるくらいで、その先の道路は、実質未開通であったことから、昼間でも、交通量は、ごくわずかという寂しいロケーションであった。しかし80年代後半から、南側の掘割橋を経由する当時の国道402号の、短絡線として、新潟海岸バイパスの整備事業が、本格的に開始され、 段階的に開通区間が延伸するにつれて、交通量は徐々に増加。沿線の青山海岸が海水浴地として、県内に知られるようになったこともあって、夏場のシーズンにはしばしば渋滞や、速度低下も発生する。なお、この海岸バイパスは、国道8号、国道352号、国道402号、国道113号、国道7号、 国道345号など、新潟県内の海岸沿いを経由する幹線道路などと合わせ、日本海遊日ラインとして観光路線に位置づけられている。また前出の新潟市青山斎場は1995年に現在地に移転改築している。将来的に4車線化することを見込んで、橋脚はあらかじめ4車線分の橋桁を仮設できるよう設計、建設され、 開通以来、上流側にのみ橋桁を仮設して、暫定に車線で強用している。しかし海岸バイパスの開通前は、交通量が著しく少なかったため車線増強の必要性が希薄で、また開通後に交通量が増加した現在においては、東詰め側で宅地化、市街地化が進むなどしたことから、用地取得が難航する可能性が指摘されている。 また海岸バイパス自体も強風が多い冬場には特に西区内の区間で海岸部の砂が巻き上げられて路面に大量に堆積し通行が困難になるケースもしばしばあるこのため今後海岸バイパスを拡幅するのは難しいとされており4車線化に関する具体的な計画も今のところ立案されていないなお2010年11月27日に 新潟海岸バイパスが全線開通したのに伴い、浜浦橋を含む同バイパスの全線は2011年4月2日に国道402号に指定変更された。ありがとうございます。